一つ質問なんですけど、今後はあの B プロジェクトのプロデューサーとして活動しましたが、その活動って一体何なんでしょうか。もともとは、スタートはゲームを最初に作ろうと、スタートしたプロジェクトだったんですけれども、その中でやっぱり、せっかく、たくさんある作品の中でもやっぱりこう個性を出したいなという中で、あの僕も実際経験した音楽の世界のそういう、I guess showing himself and like doing something different, he also wanted to add in his experiences with music into that as well.